えー、こんにちは。隠居 DB の即可塾の久保でございます。まあ、私もね、ナイト2000のレプリカを持っているんですけども、まあ、車内も外装もそっくりそのままあ、ナイト2000になったんですけども、いわゆる1分の1ですよね。こちらの方を動画でお届けしてきたんですけども、お久しぶりでですね、新しい動画を更新しようと思ったのは、待ちに待った限定発売だった週刊ナイトライダーが全国発売になったらしいんですね。 これが2021年の6月1日ですんで、あと2月ほど待てば、ああ、配布されるということなんですかね。第1号は490円ということで、かなりお得なんですけども、これ、毎週発売されるんですよね、確かね。で、毎週1890円なんで、だいたい2000円としてですね、1ヶ月8000円弱かかるんですよね。で、毎週毎週、ナイト2000のパーツが、 届いて、それを組み立てて、前後を完成させると、前後確かね、100冊ぐらいになったと思ったんですけども、全部の部品が揃うと、ナイト2000の1 8分の1サイズが完成するということでございます。まあそちらの方が楽しみなんですけどもね。やっぱりね、レプリカ1分の1を持ってる私でも、ちょっとビビっちゃう価格ですよ。総額20万以上かかるってことですからね。このミニカーに。しかもでかいですよ、相当。うん。 どのくらいでかいかというと、そうですね。うん、家庭用のまな板ありますよね。あれよりちょっと大きいですよ。小学生の時に机と椅子あったじゃないですか。勉強机。あの、学校のやつですよ。あれの机の多分半分ぐらいの大きさかな。あれの7割ぐらいの大きさですかね。とにかくミニカーとは言えないような、でかいミニカーというね、よくわかんないサイズになってきますね。まあけどね、その分だけ多分、この、うん、まあね。 あの、憧れのナイト2000の実写を持てない方には、ものすごく満足度の高いものになると思います。実写を持っている私ですらね、満足度高いですからね。いや、これ楽しみですね。で、私はこの定期購読の申し込みするんですけども、これ押してみましょうか、とりあえず。あ、おまけがつくんですね。まあ、ナンバー持ってるな。T シャツも持ってるな。<laughs> まあ、でもいただきましょうか。で、キーホールダーもあるな。<laughs> あるな。 まあでもこれ、相関号から定期購読申し込みますね。で、グッズコレクションが、あ、これ別売りで買えるんだ。いや、どこまでお前、人の弱みにつけ込んでむしるんだ。いやー、でも欲しいですよね、これね。キャンペーンコード誰か教えてくださいよ。<laughs> 安く買えるのかな。まあこれはそーっと置いといてですね。下の方行ってみましょうか。定期購読の申し込みってあるでしょ 私は最後まで買うつもりですけどもね今回コムリンクもついてるんですねでこれを押すとコムリンクのなんか聞こえるということですねうんあマイケルさんね当時のままですね今はもうねすっかりと60代のなんかいぶしぎになりましたけども当時これで若くてね私たちも若かったですよね当時ね小中学生ぐらいだったんじゃないですかいやこのディオゴスティーの後ろのおじさんもなんか懐かしそうに見てますねなんか ぼやけた感じで。いや、今でも新しいデザインですよね。これがね、我が家の車庫に1分の1であって、エンジンかけたらドルン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 って言うんですからね、感動ですよ。おい、マイケルみたいなね。おい、マイケルじゃない。おい、キッたみたいなね。はい、マイケルみたいなね、答えてくれるんですよ。あの、音声合成ユニット入れてますんでね。会話ができるようになってるんです、私の。まあ、それはね、別の動画で見ていただきたいと思いますけども。ああ、こうやってね。 エンジンルームは実際のものと違うな。うん。まあでも、これが本物なんでしょうね、きっとね。うわあ、すごいですね、やっぱりね。いや、これね、実写を持ってる私でもね、それから他の YouTuber さんでナイト2 0 0 0持ってる方がいるんですけども、Twitter とかでやり取りしたら、もちろん買うんでしょって来て、私はちょっとその時ビビりましたよ。私はどうしようかって悩んでたんでね。 まあこれは即答ですよね。まあ、当たり前じゃないですか、みたいな感じですよね。ちょっと私は躊躇してました。もうはっきり言って。<laughs> 20万かと思っちゃいますよね。まあでもね、今度私、ナイト2000の車検があるんですよ、実は。もうすぐ、再来月ぐらいに。車検代多分、ちょっと <laughs>、もう一台買えるんじゃないかな、みたいな価格だと思うんですよ。あ、バインダーもあるんだ。バインダーも買うしかないんかな多分。うーん。はい。ということでね、私はね、このね、 実は、これあるじゃないですか。プラモデル。これ超合金か。こっちの方も興味あるんですけど、実はね、あの、ディオゴスに本がついてるでしょ本が。うんと、どれだろうこれ、これ、こっちの方が私はね、どっちかっていうと興味があるんですよ。どんなことを書かれているのかなっていう、ナイトライダーの世界とか、極秘情報アーカイブ。当然ですけども、私も、あの、現地の書籍とか、あの、ムックとかを取り寄せてますんで、英語ですけどもね、読んでましたよ。 でも、それと同じ内容が書いてあると思うんですけども、一応ね、一応ね、なんかこの本を企画した人、それから翻訳したディオゴスティーニジャパンの人が、多分ナイトライダー好きでこの企画持ってきたと思うんですよ。だからね、そういう、なんか別の、そのディオゴスティーニの世界のファンの方とちょっと関わるみたいな、そんな感じですよね。うん。ちょっと楽しみだな3三つの章で担保か。まあでもね、 これ週に2000円弱かける価値は私はあると思いますようん。多分ねこれねすごい場所取るんじゃないかなと思いますこれ。だからこれをねディオゴスティーニのこのプラモデルをプラモデルって超大きいんですかこのモデルを買う人って結構大きめの一個立てとかあと工夫してなんかいろいろされてる方なんじゃないかなと思いますね組み立てサポート動画 これはもうでもすでにユーチューバーのね、方とかがやってますんで、そちらの方を参考にすればいいのかなと思いますね。うん。ま、いろいろと話しましたけども、もうワクワクしてま、すってことですね。まあ、それ以上に言うことないです。ありがとうございます。えー、じゃあ注文しますね、後で。